北急倉手夢大橋は、福岡県北九州市八幡西区と、道県倉手郡倉手町の境界部の恩賀川に架かる道路橋である。福岡県道73号直方水巻線を通す橋梁であり、東詰めは八幡西区大和座楠橋に、西詰めは倉手町小牧屋在間村に位置する。2005年、県が橋の建設を計画し、2007年から用地買収を開始。 2009年初めから工事が本格化した。事業費は約44億円で、県と北九州市が半額ずつ負担した。橋の名称は2014年9月1日から同30日にかけて行われた工房をもとに決定され、倉手町と北九州市よりそれぞれ3つに絞られた。候補の中から、北九倉手夢大橋と命名された。 2015年3月29日渡り染め式の式典が開催され、山崎福岡県副知事、北橋北九州市長、徳島倉手町長らが列席する中テープカットが取り行われ、記念撮影や橋の渡り染めなどが参加者全員で行われた。橋は同日14時から一般供用が開始された。本橋梁の開通により、北九州市と 倉手町を陸路で直接行き来することが可能となった。北九州市と倉手町の境界は全体が恩賀川となっており、これまで境界部に架か,かる橋がなかったため、陸路で足を経由せずに直接行き来することは不可能であった。また、一般道で一本上流側に架か,かる中島橋や一本下流側に架か,かる恩賀橋の周辺では慢性的な交通混雑が発生しており、 それを解消することが期待されている。ありがとうございます。